はいこんにちはダイナブックが2024年8月下旬に法人向けの新モデルを発表しましたダイナブックは法人向けモデルは定期的に新製品発表してますけども今回みたいな発表はもう、まあ、年に1回ぐらいあるかないかあ,あるかあるですね年に1回ぐらいまとめて、うん、大量の製品が 一斉発表すするみたいなやつですねそれが今回2024年8月にありましたと。で、えー、過去に同じような発表がどういうのがあったかっていうと、えー、1年ぐらい前は2023年9月に発表されてその前が2022年は11月と3月にあったのかなとかねこの辺はねあのその時のいろんな状況によって違いますし ここ,にここに書いてないやつもありますけれどもまあこんな感じで年に 1, 1回か2回ぐらいまとめて大量に製品が新製品法人向けの新製品が発表されていますよということですねこれ以外にも個別のモデルはちょくちょく新製品として発表されておりますとこでここで注目したいのがこの、K U とか K v とかか KV この数字この記号記号ですねあのー、製品の型番の最後に RJ74LW とかついてますけどもそのその最後についてる2桁のうんアルファベットですねこれが今回の2024年8月発表モデルからの全部は全部じゃないか えー、ハードウェアもソフトウェアも改良されたものが my となってますねで2023年9月のモデルは ly と RJ74 スラッシュ LW スラッシュ my この辺で何年のいつ発表モデルかっていうのが大体わかるということですね例えば2022年3月11月のモデルだと KU と KV であちょっとだけ違っているのが分かりますとこういうやつですねで、えー、今回発表モデルを詳しく見てみると MY っていうのがハードウェアも変わってソフトウェアも変わっているとソフトウェアその他もろもろ全部変わっているとあ全部じゃないか、えー、CPU とその他が変わっていると LYKY は この2022年とか2023年モデルの改良モデルですよみたいな感じですね。この1、えー、桁目が CPU とかも変わりましたよと。2桁目っていうのか、この2個目が消改良がありましたよっていうことですね。ソフトウェアの改良だけじゃないですね。えー、ちょっとした改良があるのが、えー、後半の方法。 CPU とかまで改良しましたよとかいうのが前半の方ですね。あとは、ん、細かいことを言うとややこしいから今回はなし。というわけで、今回発表されたモデルは何かというと、これですね。法人向けモデルで何、えー、変わった概要ですね。コアウルトラ搭載モデルが発表されましたよと。 そして、全モデル、えー、コーパイロットキーと Windows 11 Pro 24 H2 が搭載されましたよと。OS が最新になったコーパイロットキーが搭載された、そしてコアウルトラ搭載モデルが RJ74MY、G83MY の2モデルありますよと。 2モデルで良かったんだっけな、これはな。コパイロットキーは全モデルで搭載されましたよ、ということなんで、うん、ここから、これだけでわかることは、ちゅうことは、コパイロットキーは今後の個人向けモデルでも全モデル搭載してくるでしょう、ということですね。で、OS もこれになると。だから、年末向けに今後、ダイナブックが、えっ、ー、と、 9月か10月か分かんないけどに発表する個人向けモデルもこの辺はそのままやってくるでしょうということですね。そしてもう一個この G83 時で次のページでね喋りたいと思うんですけど、えー、RJ74 っていうのがね現行のフラグシップダイナブックモデルのダイナブックのフラグシップモデルですね。 14インチ16対10のこの何縦の幅が見やすいえ今風のえモバイルプレミアムモバイルパソコンですかねこれが RJ74 シリーズですねそして G83 っていうのはこの13.3インチで16対9で縦が9 16に対して9なんであんまし見晴らしが良くないですよモデルで今時あんましこれ流行ってないですけどもえそれの最新モデルもコアウルトラを搭載したということですね私個人的にこの G シリーズの G83 個人向けも含めてこれってもう収束するんじゃないかなと思ってたんですよ X 他にね X とかねあのいいやつが出てきましたんで 他にはあの低価格なのもありますしね。この辺のちょっとこう、今時これぐらいのアスペクト比の画面欲しいよねって RJ ぐらいの。なんだけど G83 って16対9じゃないですか。これもう古いよねと、設計が。これ、いつ出たんだっけ ?2018 年ぐらいだったっけ ?2017 年だったっけかな。なんで、えー、もう。 軽いとかそういう利点はあるんですけどこれも X に切り替わるんじゃないかななんて思ってたんですけどされなくてコアウルトラの最新モデルになりましたよということですねこれ注目ですね多分個人向けでも出してくる可能性がありますねということはうんでもこのこの手のやつが多分欲しいっていうユーザーが この G シリーズが欲しいっていうの RJ じゃなくて G が欲しい G みたいなホームファクターのが欲しいっていうのがい多いからこれでコアウルトラモデル出したんでしょうねちょっと不思議ですねユーザーのあれはそんなのは切っちゃって X シリーズにすればいいんじゃないかなって個人的には思いましたそんで、えー、RJ74 と G84 を何が 変わりましたかっていうと、えー、2023年もルのね LW とかはね、えー、第13世代コアと、えー、メモリがこれだってストレージは 512GB max だったのがえー、っとコアウルトラ7の 165HLPDR5X6400、えー ストレージの最大容量が 1TB になりましたよと。ほんで、RJ74 だけですけども eSIM 対応モデルが出ましたよと。今まで eSIM 対応じゃなかったんですね。うん、不思議ですね。物理 SIM のみの対応だったということですね。物理 SIM ってあのセキュリティ的にどうなんですかね。泥棒、端末を泥棒したときに えー、ナローバンドじゃなくても何でもいいんですけど、うん、通信回線接続するのに SIM カード引っこ抜くっていう技がありますからね SIM カード引っこ抜いちゃったらもう通信できなくなりますからだから eSIM の方がそういう面ではセキュリティ的にはいいんじゃないかななんていう説がありますけどねまあそれは個人的なれなんでもしかしたらもっと別の脆弱ですそんな話は誰も聞いてませんね で、今回発表した全モデルはこう見てみると、えー、最後の桁が L, L になってるのが全部わかりますね。で、えー、っと、あれあれこれ間違ってるかこれ。my。あれこれ my になってないかこれでいいんだったっけ これでいいんだったっけかななんか間違ってる気がするな。まあいいか。まあ大体こんな感じですわ。これの my もあるね。書き忘れてるか、これ。まあいいや。というわけで、あの、1年前と2年前の ハードウェアの改良モデルが出てますよということですね。CPU の関係ですね、これは。何が違うかっていうと CPU ですね、これね。はい。というわけで、今回の、えー、法人向けダイナブックについて説明しました。えっ、ー、と、だから今商談すると、まあ、2025年あたりに導入される製品、 がこううななるのかかという感じですかだから、コーパイロットプラス PC じゃなくていいですよと。なんだかんで言って、2024年夏現在でコーパイロットプラス PC 機能って大して使えませんからね。あのソフトウェア面で、あのー、スナップドラゴンも含めてですよ。あんましないですから。これ今後増えるとしても、そしたら、あのー、ルナーレイク、あのー 2024年末に出る最新、インテルの最新 CPU が出るやつを2025年に買えばいいんじゃないか。まあ、そんなふうなこともありますね。まあ、その辺はどうでもいいですね。さようなら。